日本ネットテレビ報道協会より週刊金曜日をお届けいたします。私は司会のおみさです。お話は北村はじめ社長と浄土院大学総裁にお願いいたします。それはよろしくお願いします。 JRB Television sendet heute mit einem Bericht über die 週刊金曜日。 Ich bin Ihre Moderatorin Misa und der heutige Beitrag wird Ihnen präsentiert von unserem Gast 北村はじめ und 浄土院大学総裁。JRP Telebi starts today's transmission about the Shukan Kinyobi. I'll be your host, Misa, and today's topic will be presented by our guest Kitamura Hajime and Chodo-in Daigaku Sosai. Please. Konnichiwa. Konshuu gou wa desu ne, koi tokushii wo yatte mashite, chodo 3月20日、地下鉄サリン事件発生から20年ということで、この事件の特集をしています。ちょうどこの95年の3月20日、僕は毎日新聞の社会部で、確か郵便長だったかな、やってまして、まあ、事件直接関わっていたんですね。で、その時はもう次から次へと、一体これ何が起きてんだろうというような状態で、その事件の本質的なものっていうのはなかなか見えないまま、まあ、日々の仕事にみんなが追われていると。まあ、こういう状況でした。当時総裁は、この事件が起きた時に、何をされてたんですか、どんな感じだったでしょうか。公安の方から麻原の黒幕だと僕は言われて、それでわしはサリン事件を指揮取ったと、こういう噂を流しとったわけですよ、警視庁が。なぜその私がサリンの指揮を取ったと流れるんだろうかと、で分からなかったって。で、後藤田正治も、まさかお前そんなバカなということで、いや、と俺もわからないと。石原慎太郎も朝日新聞に石原慎太郎を主に関係する、なんかそう、社会部の一面に出たんですよ。石原も、どうなって、まっちゃん、これ俺は関係ないんだけども、なぜだと。ほんで、私が朝日新聞の当時、デスクに電話して、どういうことだと、この一面に石原慎太郎というのは。石原は全く関係ないはずだと、主に。ほな、まあ、それ以上、朝日も発展させなかったんだけども。次から次へと、私の名前が出たんですよ。ほんで、山口敏夫を使ってロシアルートを開いたのもちょうどいいんだとか。それから、東京都の宗教法人の許可は石原が取ったとか。まあ全部みんなわしにこう集まってくるもんだから、なぜだろうか、不思議だと。後藤田も何を言ってんだ一体これはと。で、後藤田がまあ調べて、結局公安の木下という係長がおった三課にね、でその時の部長は桜井中やってたんだけど、この桜井はちょっとバカなんですよ、だからその木下の取った調書を桜井が もらったわけですよ。その調書を取った相手というのは菊池久というね、まあ、読売の記者やってたような嘘で、当時は自転車でこうニュースを運ぶ時代だったからね、菊池あたりが。だから新聞記者が取材行ってニュース取ったのを臨転機に間に合うために自転車で運ぶのを菊池がやってたわけですよ。だから記者じゃなくニュースの運び屋だったわけです。記者に憧れてたらしいんだけども、それでその菊池が嘘ばっかりこれ言う男なんです、こいつは前から、何回も僕はそれに注意したことある菊池には。それが私ところの、まあ、放送政治連盟に入りたいと、まあ、言うて何回も来てたんだけども、これが私がオウムの黒幕は知ってるということを警視庁の人間に宣伝したわけですよ。それで実は朝原はそういうことは分からんのだけども、裏で朝原を動かしている人間は、当時は私は松浦亮介という名前だったもんですから、はい、松浦亮介放送政治連盟弁護士の団体の会長だと。それから私はまあ日米安全保障から日韓安全保障から日中安全保障から日露安全保障、安全保障ばっかりの会合を週1回ずつ私は神田の放送会館にとってやってましたから、
で自衛隊がいっぱい来るんですその時にね、うん、だからまあクーデター計画自衛隊集めて画策していると、うん、まあいうような調書を書いたわけですよ、うん、ほんで使ってるのはオウムだと、うん、そういうまあ調書がねかなり熱いものがあって、ほんで後藤田が私にその調書を持ってきたんですよ。これは実にデタラメだなと、わしもびっくりするような調書だったもんだから、うん、完全なる首相官邸を攻撃するとかね、うん、ほんであの警視庁を占拠するとか、もうまあ詳しく書いてるわけですよ俺、うん、それ自分で作った作文で小説で書いてるわけですよ、うん、それでわしはびっくりして、まあこれは菊池っていうのが作ったんでしょう、また話しようと、すっかり作ってるわけですよ。それで私があの北朝鮮と連絡を取ってるとか、うん、ロシアと連絡を取ってるとか、もうあんたいうこと書いてあるわけ、うん、そういうことで菊池を僕は読んだんです。で、おい菊池と、お前警視庁にこういう調書をお前作ったなって、ポンと調書のコピーをわしが出した。で菊池はもう真っ青になって、わしの神田の事務所の2階の部屋、私の部屋でね、さーっと抜け出して、申し訳ありませんと、お前が全くデタラメじゃないかと、なぜこういうことを作ったかと、もう何ももうこれ弁解の余地がないと、うん、ね、わしがあのこれ作ってくれましたと。でも抜け出して頭すり抜けて何回も謝って、何としてでもあの言う通りのことを書きますってね、すぐに彼はもうその何ページでも書く、東京スポーツかに永田町の中でね、彼はあのコラム持ってた、うんうん、そこで松浦亮介はあのこういうことはやってないと、まあ、2回書いて、それで新選組中雑誌があったんですね、彼がやって、まあ、新選組にまた4ページを2回出して、一切オウムとは関係ないんだと、うん、でまあ調書と逆のことを書いて、まあ詫びの、まあ、一つのけじめにしたわけだ彼は。しかしわしもね、まあそのために世間をまあ調査員が名前書いたのがそこですからね、あのオウムだからね、うんうん、で言葉と話して、いや困るなとこれは、とにかくもう松浦が出るとみんな次後藤田松浦になっちゃうから困るなと、まあそれじゃあ私も名前呼んだらね、今後も松浦で出さないようにしましょうと言って、調査員大学と名前書いたのはその時なんですよ。だからその菊池がもうね、出さなきゃ極まる調書、この世の木下中華会長に出したわけですよ。ですぐ私は桜井にも木下にも電話して、なんちゅうことお前らはするんだと、全部これデタラメな調書じゃないかと、菊池は弁解してこれだけのね週刊誌でも書いてるじゃないか言ったら、まあ彼らももう逃げたわ、私からほらね、何のために書いたんですかね。彼はもう三塚にしてもみんな裁判してるんだけどね、菊池と、うん、全く想像したことを書くんですよきちっと、うん、もともとそういう癖がある、ね、もう嘘800はもう平気で発表する男なんです、うん、それがあまあ世間を驚かすというか、うん、当局も喜ぶ場合もあるというか、うん、極秘情報だと言って、うんうん、でそれはね、同じ時期に右翼のなんか団体が、シンポジウムやってる時に菊池は講師で呼ばれるんですね、うん、でその時にもオウムの真相を知ってるかと、でそこで正論中私が面倒見てるあの三田和夫っていうのがおったんで、はいはい、三田和夫その横のとこ行っててね、大変だと、菊池が大変なこと言ってると、うん、いうこと聞いてたんだけども、うん、まあ逆で、まあ、その程度のこと言うのはまあほっとけと思ってたら、今度は警視庁動き出したんですよ、うん、だからかなり菊池のおかげでね、オウムの関連企業になっちゃってね、私も、うん、まあ、私は直接当時はもう企業はやってなかったんだけど、うん、子供だとか
兄弟だとか、まあ私の元部下とかがやってる会社18社ぐらいにガサが入ったんですよ、警視庁の。その菊池の長所によってですか。オウムの黒幕が関係してる企業だから、うん、オウムと金銭のやり取りがあるんじゃないかと、うん、いうので、オウムから金もらったとか、オウムに何かしたとか、うん、いう関係証拠を取ろうという、うん、それで銀行まで行ってるわけよ、みんな、うん、それで銀行取引停止になって会社が破綻したやつも何社かあるんですよ、うん、ものすごい損害出てたの、その長所のおかげで。だからこれはまあ警視庁が悪いのかね、うん、菊池が悪いのか。だからそれ以後公安にはもう菊池は出入りできなくなったはずですよ、うん、後藤でも怒ったわけだし、うん、そういうね、ひどい目に遭わされたオウム事件なんですよ、うん、まああの頃はとにかく具にもつかないような情報が、まあ、あちこちから山のように出てましたね、うん、だから我々もまあどれが正しいのかどれが間違っているのかと分かんないけど、いやだね、警察庁もね、まあ、長野県警も、まあ、あの川野さんに言うかな、まあ、なんかサリンを河野義行さん、河野さん、はい、うん、自宅で生産したと、あ、はい、製造してたと、はい、それを松本で撒いたという、うん、だからね、サリンっていうのは自宅でですよ、そのセベロ着て浴衣着て捨ててこ入ってね、作れるような代物じゃないわけですよ、うん、これはもうコンクリートの、うん、え、頑丈なその特別ルームを作って、そこである種の生産設備を持って、まあ防御服も着てやるようなものであってですね、うん、そんな自宅の普通の住宅の庭先で作れるようなね、常識で考えても分かるのに、お前が作ったんだ、お前作ったんだろうって、サリンを制度したのお前だろうって1ヶ月調べて、それはひどい目にあったのも僕以上だと思うんだけども、あの人だってね。だから警察っていうのはなんとまあ恐ろしいところだなと、無知ほど恐ろしいものないと、このことですよ。サリンなんか作れるわけないでしょ。作れるわけないですよ。それはあの人は写真が趣味でね、それでいろんな農薬もなんか庭で、うん、まあ野菜を作ったのか植物は忘れちゃったけれども、でそういうのを、混ぜ合わせて作ったっていうのが最初の発表ですからね。まあ、そんなことありえないよ、うん、あの事件はあの当時とにかく不思議なことがたくさんあって、その坂本弁護士さんの一家が拉致されて行方不明になって、まあ、結果的に殺害されました。その時にその自宅にあのプルシャっていうオウム真理教のバッジが落ちてたんですよね。でもその時にオウムをきちっと調べてない。しかもあのサリン事件のあった年に上九一色村でサリンが撒かれていたっていうのがもう見つかっていて、これ読売新聞が1月1日の元旦で特ダネでもう報じてるわけですよね。それなのにあの事件は防げなかった。もう不思議なことがすごくある。で多分我々はまだね、掴みきれてない何かね、闇のようなものがあるんだろう。いやだから警視庁も3月17日ですかね、あれ20日、あ、3月20日の段階まではですね、オウムが、あ、まあその前に松本あったわな、うん、松本の頃でもまあオウムの実態が全く把握してなかった、うん、中身が分からなかった。サリン事件が起こって初めてはこんなことやってんだと、松本もこれ関連あるんだと、それじゃすぐ調べなきゃいかんと慌てて、河野がお前作っただろうというわけのわからん動きをしてるわけだけども、全く事前には調査も何もしてなかったと思いますよ、うん、分かっててやらなかったいうことは私は、ね、本当に知らなかったと思う。でも知らなかったとしたら捜査能力はゼロですよ。ゼロなんですよ。とんでもない話だと思うんですよ。え、とんでもない話だよね。いやもうそんなもんだ。ちゃんと捜査してればあの事件は起きなかったんだ。そうそれはもう捜査、もし分かっててやらせたらそういう、まあ、陰謀がなければ、うん、もう捜査能力が欠如していたと。いやだから松本の時に、うん、オウムへ捜査かけてれば、うん、霞が関の事件は起こらなかった。起きないわけですからね。でその時に、うん、これも犯人したんだ、うん、これし河野犯人にするというのはね、うん、本気で河野が作ったというようなことを
信じ込んでやってるんだから、うん、ああだからオウムの黒幕は松浦だとちょうどいいんだと、うん、いや本気で考えたと思うんですよ菊池の調書によって、うん、でしょうね。そうじゃなきゃそんなガサかけたりしないわけ。マスコミにダーリークしてガサ入れさせたわけですよ、うん、だからその時我々はそのロシアルートのね話で、うん、総裁の名前が出てたりなんかしたんでね。からそれは、ね、山口と一緒でしょ。まあロシアと何か関係があるんじゃないかと早川はあのもうずっと何回もロシアに行ってたから、うん、というのはまあ当然我々も考えていて、でそこに総裁の名前が出てくると。いやいやあれはだから全くロシアの人とは安全保障で行ったり来たりはあったけども、全くオウムとの何の関係もないですわね。うん、あとその菊池坊のインチキ調書でね、警察が何かしもガスをかけるようだったということは逆に言うと本当のところ掴んでなかったっていう、うん、分かってね、何も分かってねことの裏返しですよね。うん、だからもう手探りでやってるわけですよね、うん、だから手探りだから菊池の嘘のその情報が、うん、まあ巧妙に見えたというかね、うん、あこれここだなと思います。まあまあ、それ河野さんも僕も同じようなことになったわけですよ、うん、あの時あの消防署員がその河野さんが運ばれていく時にね自分が調合したというようなことを言ったと。でその調書がそれこそ薩長に上がってたんですよ。で毎日新聞はその調書 を入手して、それであの一面の特ダネで書いたんですね。その河野さんがそういうことを喋った、うん、で調書自体はあるんですよ。だからその消防署員が喋ったっていうのは言ってるんだけど、そのこと自体が間違えていたんですね。喋ってないんですから河野さんは。何にも何にも喋ってない言うわけないよね、うん、それがなんか一人歩きしちゃって、うん、それであんな冤罪事件を起こし、そうだその警察が非常にまずいなと思うのは、そういうその最初に坂本弁護士一家の事件の時のプルシャの問題にしても、うん、それからその松本サリン事件の時にしても、その反省を全然あの公にしてないというかね、うん、自分たちはこういうこれは間違えましたと、うん、いうことを全く言わないですよね。あ言わ謝りはしたんかな、あれ河野さんには一回したんかな。河野さんにはしてます、してる、うん、してますけれども、まあ通り一遍のというかね。あ変な話、被害者たくさん出たわけです。被害者っていうのはその3事件の被害者だけじゃなくて、まあ総裁もあるし被害者ですよ、ね、被害者被害者始まる、そういう被害者はたくさん出たんだけれども、それについて謝るだけじゃなくて何が問題だったと、うん、じゃあ次回からこういうことはきちんとね考えます、うん、そういうのがねどうも日本の警察ってないですよね、うん、ただね、まあ私は全く関係ないというわけじゃない。私は放送政治連盟という団体をやってましてね、当時、まあ今でもやってんだけど、これはまあ妹大吉だとか岡崎企画だとかね、横井大蔵だとかね、まあ、検察関係者を中心にやってたわけです、うん、でその団体の大手弁護士が入ってたんだけども、労働省出身のね高橋という名前は、労働のキャリアの人間が労働省を辞めて弁護士になっててね、それがもう政治運動一緒にやってたわけ、わしと、うん、でこいつが参議院選挙の比例代表選にも出したんだけどね、その男がですねオウムは弁護士が必要だというのでね、全国の弁護士にね DM を出したんです。で顧問弁護士に なりたい人は手を挙げてくださいって、それ手を挙げたわけだ、うん、この高橋が。なるほど、うん、で僕は知らん間にこれがオウムの顧問弁護士にもなってたわけです、うんうん、でもちろん話題になった青山も弁護士、はいはい、でそこで、大林というジャーナリストのフリーライターのジャーナリストがおったんですけど、で大林がオウムに、その上一色村へ行きたいと取材に、これが1月の大震災、神戸の大震災の時です、うん、行きたいって言ってね骨を探しに来た、うん、あそういった高橋がオウムの関係者だなと僕も思って、そして、高橋に弁護士にオウム紹介してやってくれって、で大林高橋は高橋の紹介で会ってるわけですよ。上石まで行って、うん、
その時に、大林は私の当時部下で大塚万吉っていうのがおったんだけど、はいはい、大塚君のところへ寄って、うん、ほんでタクシーのどっか講談社かどっかから回されたハイヤーで、うんうん、もう山梨の方行くんだけど、うん、万吉がまたその時大林の俺も一緒に連れて行ってくれて一緒に行ったわけです、うんうん、それと大塚万吉は初めてオムの現場に行ったわけですよ、うん、そこへ、うん、ほな大林は朝原にインタビューしてる、うん、大塚は待ってなきゃいけない、同席してないわけですから、その時に待ってる間に青山に会ってるわけですよ、うん、待ち時間を、うん、ほんで、大塚は私の団体の名称を出したのか放送政治連盟という名前が出たわけですよ、うん、そうすると向こうは弁護士が必要な時だったから、うんうんうん、もちろん全国の DM 出してもそんな集まってないから、うん、それじゃぜひっていうので青山と大塚の関係ができましてね、うん、でその後2月3月上流、うん、それから青山は大塚の事務所に何回か行ってるわけです、うんうん、ほんで詐欺事件が起こった、うん、まず朝原が逃げた、それをかくまったのは大塚万吉なんです、うん、それで NHK の伊藤忠記者だけが単独インタビューできたんですよ、うん、大塚ラインで、うん、そういうこともあるから、まあ、菊池はまあそのことと別にも調書出したんだろうけど、うんうん、その大塚の動きと菊池の調書がセットだった、うん、ああなるほど、だんだん僕も思い出してきましたね大塚万吉さんについては当時毎日もう散々調べました散々調べました、うん、あの関連で何か調べも受けましたよね。ああ、だからあなるほど、あそこがくっついたんですね。そうそうそう、まあ、偶然がまたね重なりでしょってもんだから、うん、向こうはもう間違いなく大塚万吉も行ってる、うん、ね、うん、でわし大林はわしの、まあ、部下ではないんだけど、まあ、出入りしょっちゅうしてた大林っていうやつだから、これも関係があると。それからまあ大塚、上流、青山、まあ、そういうような絡みがあって、まあやっぱり菊池の調書は間違いないと、こう判断したじゃないですか。我々、うん、も社外部で二課系のね事件をずっとやってたりすると、大塚万吉さんにしても、まあ当時松浦さんですよね、そうそう、必ず名前が出て、どんな事件でも名前が出てきて、ね、ということはまあ実はありましたけど、まあ、いずれにしても僕はその、まあ、おじが警察官警視庁の警部だったんですけど、うん、まあ、警察官ってみんな一生懸命ですよ、その現場のね、はいはい、現場のお前さんって本当にみんな一生懸命なんだけど、何が組織になるとね、うん、で大きなポカがあるとそれについてきちっとしたなんか検証しないとかね、うん、だからその変に逆に言うと陰謀論みたいなのが出ちゃうとかいうふうな気がしてなりません。まあちょっとオウムのことは、はいはい、すいません。で、まあ、締めにはちょっと今回は載ってないんですけど、今あの国会なんかで話題になってるのが、自民党の三原淳子さんが国会で、まあ、発行一部の、まあ、考え方といいますかね、思想というか、それは自分が一番いいと思ってるんだと。で、まあ、元々のその発行一部という言葉は、まあ、みんな家族で仲良くしましょうと、まあ、簡単に言っちゃうとそういうことだというんで、私はそれがいいと思うと。ただまあ発行一部というのは、まあ当然あのみんなが皆さんご承知の通り、戦前に、まあ、天皇制のもとにですね、その侵略戦争の一つの思想的なバックボーンというか、そういうことで考えられたものが発行一部なんで、中曽根さんの時代、まあ、中曽根さんでさえというのはおかしいけれども、まあ、中曽根さんも今は自分はそういう考えを取ってないということをかつて各国会で喋ってますし、だからその自民党の右派の人たちも、まあ、慎重にそういう言葉はまあ使わないできてたわけですよね。でそれがまあ国会で 若手の三原さんの口からこう出てしまって、で大問題になるかなと思ったら、まあ、ネット上では大変な騒ぎになってるんだけれども、あんまり国会では問題にならないし、野党もあまりこう騒ぎになってないと。どうもその安倍さんになってからですね、そういうちょっと右っていうよりはそこから先に一歩突き抜けちゃった感じの、うん、そういう言論というかな、それが何かこう当たり前になっちゃって、
それに対してちょっとこれは対中国、対韓国、対アジアのことを考えたらまずいんじゃないのという声が出てこないという、うん、そういう状況が大変、まあ僕としては危惧をしているんですけど、うん、どうでしょう総裁、その辺。まあ国会議員としてやはり今はこの戦後の歴史認識ということが、はい、とやかく一応言われているわけで、それにはまあいろんな意見があるだろうけど、反発する意見もあるだろうけれども、特に今日本は完全な、まあ、孤立させられているというか、うん、まあアメリカとの関係も中途半端、中国の関係ももう悪い、韓国とも悪い、北朝鮮も行き詰まる、ロシアともウクライナ問題でわけのわからん動きがあって、一応距離を置かれる、まあそういう中で完全な世界の中の孤児になっている、うん、こういう時にですね、よりそれをもより悪く流れを作るような発言は慎むべきが国会議員であろうと、うん、外交上、安全保障上含めて、うん、場合によっては貿易を含む経済問題、うん、だから外交、安全保障、経済と、こういう観点からもですね、やはりやっぱり排除が必要だということですね、発言ないように、うんうん、歴史認識、歴史認識で攻撃を受けてるわけですから、それは大東亜共和圏を再現するとか、うん、覇権侵略主義を徹底的に広げるだとか、うん、これも、ま、間違えと言えないわけですから、うん、まあそれ一面ワンワールドというか、まあそれはあの世界の統一部しなければならない共通課題というのはいっぱいあるわけですよね。しかしまあそれはそれのグローバリズムというのがまあ片っぽではあるけれども、私はまあこの三原純子はこういうことは分からずに言ってるんだと思うんです、うん、分かって言ってるんじゃなく、うん、誰かから言葉を借りたというか、うん、与えられたというか、押し付けられたというか、こう言いなさいと言われたのか、誰か側近にそういう人が多いんじゃないですか、うん、これ、こういう発言をしなさいという、うん、なんか非常に三原純子がある意味信念に基づいて、うん、自分の政治信条に基づいて喋ったとは思えない、私は、うん、僕もそう思えないんですよねだからその発行中という考えが、まあ、田中千鶴さんが戦前、うん、それをまあ解釈、そういう田中千鶴さん的な解釈をして、それをまあ当時の大日本帝国が使ったとまあ言われてますけど、ね、だから発行中という言葉についてどのこのというのは、それは議論をすればいいわけですね。僕はまあもちろんそういう考え方は取らないけど、そう思う人がいればそれは議論すればいいんだけれども、今こういう状況の中で国会でそういう言葉を出してしまうことはね、外交上とどうなのかということを考えたら、ありえないと思うんですよ。その自民党の議員だったらありえないと思うんですよ、ね、まさに無神経だ。それをまた昔だったら自民党の中であなたまずいとかっていう声が出たと思うんですけどね、今なんかそういうのがなくて、安倍さんに物を言うのもなんか二階さんぐらいですよね、うん、まあ、これ非常にやばいな。いやいや、もう議員はね、全く全てこの、まあ、白痴とは失礼だけども、まあ、無能な人が多いから、うん、まあ、何も知らないじゃないか、何も、うん、政治のことも外交のことも安全保障のことも経済問題も、うん、ね、全く何も知らない無知な人が議員バッジをつけてる人が多いと思うんですよ、うんうん、でこの三原純子もまあその類じゃないかと僕は思うんですよ、うん、これ何をしてた人がよくわからないけど、だからわからんなりに質問させてくれと名前を打っとかなきゃいけない、うん、だから質問するのに誰かが原稿書いてる、うん、それは愛人なのかその師匠なのか誰かが書いてると、そこはまあ一つ強烈なアピールさせるために作った文字がこれだったかわからない、うん、まあ、タレント出身なんですね。タレントだから意味が分からずに発言したと思う、うん、信念持って信条があってやってる発言じゃないことは間違いないと思います、うん、そんな議員がいっぱいおるわけですよ、うん、そんな議員がほとんどなんです、うん、政治のことは素人ですと、選挙は親父おじいさん譲りで、
選挙はできますと、うん、政治はわかりませんと言ってやってんだからみんな、うん、なんかそれが半分おるわけですから本当にその素人っていうかねアマチュア政治家っていうか、うん、まあタレント議員だからダメって僕は言うつもりは全然ないですタレント議員でも一生懸命勉強してね、うん、ちゃんとした議員になる人はいるんだけれども、うん、でもこういう安易に今のような外交がもう大変シビアな微妙なところに来てる時に平然とこういう言葉をねまあ誰かに言わされたのかどうか分かりませんけれどもしてしまうというそういうアマチュアの議員がいて、うん、いやだからこれら西宮 の兵庫県議でね城崎へ195回行ってたいうやっておりましたわな、うん、もう刑事事件にさせられてるけども、うん、大体まああのレベル以下ですよみんな、うん、あれ違法だったでしょうね、うんあいつが、うん、西宮が言う方慣れレベルいかが国会議員あんたったる思い出になりますけどねまあいつもなんか、まあ、失礼な話話してると、うん、そういうことでなんか今の議員はダメだねって話がつい終わってしまいますけれどもどうも今日はいろいろありがとうございます。いやいやどうも来週はあのうちの編集長の平井が来ます。ありがとうございました。これで終わります。ありがとうございました。Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. For that, we are finished. Thanks for watching.日本はユーロシアの一員であると。